ミュージックラボピアニストの根木まりさです。いつも動画ご視聴いただきましてありがとうございます。今回は簡単コード弾きということで、オータムリーブスパート2を今日はご紹介していきたいと思います。それでは今回やるところをですね、まずはちょっと弾いてみたいと思います。こういう感じですね。素敵、かっこいい。さあではまずは右手から弾いていきましょう。まずは3番にセットして、うんうらそらしみしうんしらしど。はい、こんな風にね、ここにセットすれば全部弾けるよという風になっています。そして4番に変えて、ドシドレ。はい、今度1番からソソファミ。はい、いかがだったでしょうか。大丈夫ですか。さあこのまま先行っちゃいましょう。また今度ね、ここをレを3番に変えて、レミファファレレシファミ、伸ばして、はい、2番から、ラ、レ、ド、シ、5番に変えて、ド、ミ。で、ここね、こんな風になっています。この楽譜だとね、ドラっていう風に、ちょっとね、最後盛り上げてるんですね。シ、ファ、ミ、ラ、レ、ド、シ、ド、ミ、ラで終わってもいいんですけど、この楽譜は、親切にね、エンディングがついています。もう一度繰り返すんですね。ラ、レ、ド、シ、ド、ミ、ラ、で、最後に、ドファ。かっこいいですね。ここまでぜひね、やってみていただきたいなというふうに思います。さあ、それではこちらカウントでつるっと通していきましょう。前回100がちょっと早かったかなと思ったので、80のテンポで演奏していきたいと思います。1、2、3、4、1、2、4番から、うん、し、ら、し、ど、に、さん、し、うん、ど、し、ど、れ、に、さん。1番から、うん、そ、そ、ば、み、ち、に、さん、し、うん、うん、れ、み、ファ、ば、れ、れ、し、ファ、み。4番で終わってます。続いて2番から、ラ、レ、ド、シ、ド、ミ、ドラ。さあ、もう一度繰り返しますよ。2、3、ラ、レ、ド、シ、最後切り上げますと、ミ、ラ、チ、2、3、4、ドファというふうに終わっていきます。はい、いかがだったでしょうか。それでは続いて左手いきたいと思います。この楽譜にはね、ちゃんと左手も書いてあるんですが、私たちは簡単コード弾きなのでコードで演奏していきたいと思います。まずは Bm7flat5 からです。もうね、前回やりましたね。シレファラ、そして E7 味噌汁、ソはシャープです。そして Am、もう一回 Am ラドミ、続いて Dm レファラ、 G7 ソシレファ、そしてドミソ C メジャー、そして F メジャーファラド。さあこれさっきもやりませんでしたか。これ A メロがもうできている方、 A メロのね、左手がもうできている方にとっては、あれ、なんかさっきやったことあるんじゃないって感じかと思うんですよね。なのでこれ本当同じなんですよ。
レソド。同じようにね、こうなんか、糊でこうやってくっついてるものが今度はこうやってくっついてるみたいな感じでね。非常に A メロとよく似てます。なので、ジャズのスタンダードナンバーとしてね、初めの頃にこの曲を、セッションで、ピアノトリオとかセッションでね、こうライブハウスとかでやった時に、金太郎飴みたいにね、いつもなんか同じとこを弾いてるような感じになっちゃって、迷子になっちゃうなんていうことがよくありました。懐かしい思い出ですね。なので皆さんも気をつけてください。さあ、ここまで来たところで、続いてのコードもいっちゃいましょう。Bm7 フラット5シレファラ。そして E7 ミソシレ。はい、ここまで来ました。で、この後なんですけれども、この後って、ラーラーソーソーっていう風に、こう、左手の音がね、こうやってこう、半音ずつ、降りるっていうのが、こう、かっこいいところなんですよ。ね。こんな風に動くところなんです。で、今回はですね、ここ本当はちゃんとしたコードがいろいろついているんですけれども、難しいので、ちょっと簡単な方に逃げようかなと思います。ラドミ、ラフラット、ドミ、ソ、ドミ、ソのフラット、ドミみたいにすると、ここをね、こう乗り切れるんじゃないかというふうに思います。ぜひやってみてください。さあ、そして F メジャーです。ファラド、そして E7。どんどん下がってきてるんですね。で、また戻ってきます。ラドミ。出てた、これ。ほら。もう簡単ですね。さあ、最後ファラドにして、そして E7 にして、はい、で、最後おしまい、ラドミ。で、ラッとね、最後はちょっと締める感じで演奏していただければ OK かと思います。じゃあ、これはね、カウントしながら演奏していきましょう。もう一度 Bm7 フラット5に戻ります。1、2、3、4、Bm7 フラット5、E7、2、3、4、A マイナー、もう一度、1、2、3、D マイナー、G7、2、3、4、C メジャー、1、2、3、F メジャー。さあ、もう一回出てきます。Bm7 フラット5、E7、はい、来ますよ。ラドミー。ラドミー。521に変えて。F。1、2、3、4、E7。さあ、ラドミーから。521に変えて。521で。F。E7。1、2、3、4、ラドミー。最後、ラ。という風になります。イエーイ。さあ、それでは、両手合わせてみましょう。ゆっくり弾きますので、ぜひついてきてください。うん、うん。になるわけですね。さっきね、ちょっとメロディの時に、このドラってはちょっとラドミがね、こうくっついちゃうので、まあ、2回目はね、こっち下に降りるっていうのも、いいのかなと思いました。ちょっと今ね、うっかり、こういう風に弾いちゃったんですけど、確かこうだったよね。そうですよね。ごめんなさい、ごめんなさい。私が間違えました。なので、レミファ、
するっていうのもありかなというふうに思います。もしこのね下に下がったりするのがもうそんな、なんかいろんなところで弾くのは無理ですと思ったら、さっきのドーミドラのこのドをね弾かないラドーミラーと弾けばさっきみたいに演奏することができるので、どちらか好きな方を選んでいただければと思います。さあ、ここまでできたところで頭からね最後までつるっと通していきたいと思います。ちょっと私なりにいろいろ左手は動かしてみますので参考にしてみてください。ちょっとだけイントロもつけてみたいと思います。それでは行ってみましょう。こんな感じでいかがでしょうか。ぜひね、いろいろ試してみてください。ポイントはですね、やっぱ次のコードに行くときに、ね、こういう半音というね、次のコードに行くためのちょっとつなぎのブリッジみたいな音を入れられると、ちょっとね、ジャズっぽくてかっこいいんじゃないかなと思います。ぜひトライしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。